この番組は全5週にわたり長崎県内の高等学校を紹介していきます。本校の強みは何といっても調理実習が充実しているところです。1年生で日本料理、2年生で西洋料理と寿司実習、3年生では中国料理と特定給食、集団調理を学習しています。またそれのさまざまなプロの先生方から教えてもらっていますので、生徒たちの満足度が高いです。私は将来調理師になりたいと考えています。東洋高校の調理科では国家試験免除で免許を取得することができるので調理科を選びました。目標はまだまだ先ですが、お客様第一に考え、小さいことも気を配り、丁寧な料理でおもてなしすることが私の目標です。また目の前に集中することも大切ですが、周囲に気を配ってスムーズに料理が作れるような調理師になりたいと考えています。パティシエ科の強みは、実習の時に長崎県内のプロのパティシエの先生が東洋高校に出向いてくださって、生徒に直接指導をしてもらえるところが強みです。パティシエ科ではまず道具の使い方や名前から学んでいって、和菓子、洋菓子、パン実習をその時の学年に合わせたレベルで実習をしていきます。3年生になると、自分で一から考えたオリジナルケーキを作ることができます。入学する前からお菓子を作ることが好きだったんですけど、今は作る時にそのなぜそうなるのかとか、そういうのも考えながら作るようになって、よりお菓子を作るのが好きになりました。この番組はモダンプロジェの提供でお送りしました。